はい、えー、今回の増税に対して、岸田総理は、密室で一人、自問自答を重ねられたそうです。誰にも相談せずに、誰にも打ち明けることなく、たった一人で自問自答して決められたそうです。財政出動、つまり万年出マネでサラサラっと帳面に書くだけにするか、そして労せずしてお金を生み出すか、また、重税を国民に課して苦しめるか、自問自答を繰り返した結果、 どっちにしても自分の懐は痛まねえなと。ボーナス400万入るしなと。息子にもボーナス300万ぐらい入るしなまあ自問自答を重ねた結果。よし。ま、あ国民の体力弱らしとこうか。ということで、やっぱり税金にすることにしたと。いうことでございます。自問自答ってのはつまり、たった一人で決めたってことですよね。独裁じゃないですか、これは。独裁。独裁万歳。